Yeah!
するんだ。アクティベートしといてやったぜ。わかった。そんじゃ90層到達ってことで、恒例の節目パーティーを開催します。皆さん、乾杯！乾杯！キリト、90層到達おめでとう。パーティーってすごいね。みんな楽しそうだし、私も楽しい。それにお料理も美味しそう。どれどれ。キリト、パーティーに呼んでくれてありがとね。それじゃあみんなにもお礼しないと。行ってくるね。キリト、90層おめでとうさん。しっかり楽しんでっか。まあな、さすがに90層まで来るとよ、攻略の方も厳しくなってくるだろう。息の詰まる戦闘が続くわけだから、
こんな時はがっつり騒がねえとな。キリトさん、おめでとうございます。おめでとう、キリト。ストレアさんがやってきて急に抱きつかれました。私もよ、苦しかったわ。窒息するかと思いましたよ。でも喜んでくれてたみたいだし、よかったじゃない。そうですね、一緒にいると飽きないというか楽しいですし。キリト、ちょっと手伝ってくれないか。これを運ぶのだよ。もう一皿あるから頼むぜ。おう、激辛入りピザをまた作ってみたぜ。しかも今回は量を増やして激辛も2つ入ってる。来たね来たね、楽しいイベントが。前回はひどい目にあったからな、今回はリベンジさせてもらうぜ。激辛当てたやつは前回同様、誰でも好きなやつに好きなことをさせられるってルールでいこうぜ。へえ、なんかすっごく面白そう。私も混ぜてもらっていい？おお、入る入る。女性は多い方が、いや、参加者は多い方が楽しいってもんよ。気のせいだって。で、他は誰が挑戦する？
私もやりますよ。そうね、私もやるわ。はい、参加します。私もやる。はーい、私もシノノンの洋服とかコーディネートしてみたかったんだよね。何よそれ。覚悟しなさいよ。まさかアスナも要注意人物なの？私もやります。みんなノリがいいな。そんじゃ激辛ピザのロシアンルーレット行っちまってくれ。うーし、そんじゃみんな自分の食べるやつを決めてくれ。決めたか？んじゃまたみんなで一斉に食うぞ。いっせーの。外れたか。普通にうめ。おいしいです。水持ってこようか。前回みたいなこと言わないわよ。思ってたより辛かったわね。とはいえ私も当たりよ。さて俺的には非常に不満の残る結果なわけだが仕方ね。当たりの二人は誰に何をさせるんだ？来たね。っていうかなんでキリトばっかり。そんなのダメに決まってるでしょ。いや、ルール上問題ないな。クラインは黙ってて。できるんでしょ。じゃあ私がキリト君の代わりになる。
よ。それも面白いかも。じゃあアスナ、チュー。ちょっといきなり、これは、同様に遠慮がないわね。どうなってるんです、ママ。はい、おしまい。薄暗いダンジョンにこもってばかりじゃね。たまには羽を伸ばさないと。さて、最初はどのお店から入ろうか。あ、パパ。あら？みんな一緒にショッピングです。そうだ、せっかくだし、キリトも一緒に来る？悪いなんてことはないわよ。それにキリトがいれば、今まで気がつかなかったことに気がつけたりするかもしれないじゃない。思ったことを教えてくれるだけでいいのよ。それだけで十分参考になるわね、シリカ。それはそうかもしれませんけど。まあそんなわけだから、さあキリト、こっちこっち。いいからいいから。はい、黒の剣士1名様、女の園にご案内。ああ、そっか、説明してなかったわね。今
のお昼から6時間だけ女性用装備のバザーが行われるのよ。女性プレイヤー全員にメッセージが飛んできてるんじゃないかな。そういうこと。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。流行の服とか掘り出し物も出るみたいだし、ゲームとはいえおしゃれには気を使わないとね。で、質問だけど、アスナのイメージって何色だと思う？から気楽な気持ちで答えてよ。ちょっとリズ、なんで私のイメージから聞くのよ。まあまあ、まずは夫婦からってね。何よそれ。トーキリト、アスナは何色？ブラジャーのお店、言わなかったっけ？もうリズったら。キリト君もあんまりジロジロ見ないでよ。これが最愛の旦那様のアドバイスで選んだアスナの下着よ。どうかな。の意見しか聞いてないし、次はシリカの聞こうか。あ、私ですか？いいですよ、私は自分で決めますから。ほら、これとかどうでしょう。あんた、結局キリトに意見求めてるじゃない。ものはすぐになくなっちゃうんだから。キリトはそこに立っててね。みんなからの質問が来たらちゃんと答えるように。リーファちゃんってサイズ大きいよね。ちょっと羨ましいかも。からかわないでください。こんなの邪魔なだけですって。邪魔なだけ、モテるものだけが言えるセリフよね。
リズさん、どうして私を見ながら言うんですか。いや、神様は非常だなって思って。私？ほら、この肩紐のデザインとか、あとこっちの控えめなフリルとか。でもこれ、ここの部分がちょっと透けてない？してきたアイテムストレージがもう半分も埋まっちゃった。でもお財布は軽くなっちゃった。ちょっと使いすぎちゃったかも。けどいろいろ収穫がありました。そのキリトさんの貴重な意見もたっぷり聞けたし。私もママに可愛い下着買ってもらっちゃいました。まあたまにはこういうのもいいわね。てるの？まだ一軒目じゃない。女の子のお買い物は一日がかりなんだから。当然でしょ。男性代表として意見をしっかり頼むわよ。あと持ち物いっぱいになった時は荷物係としてもよろしく。さあ次のお店にレッツゴーです。何が想定外なのよ。ちょっと買い出しに行ってたのよ。それよりも今日はどうしたの。武器生成は終わったのに。なんだお仕事ね。なんでもないわよ。あ、そうだキリト、いいところに来たわ。ほらこれ秘伝の書の最後のテキストよ。秘伝の書をくれた NPC 鍛冶屋のところに行ったら、この間の本の一部じゃないかって渡されたの。まったく東大元暮らしよね。まだ見てないの。家に帰ってから読もうと思って。この紙切れと今まで手に入れた秘伝の書を合わせると一つのアイテムになるみたい。うん、ちょっと待って。
合わせてみるね。確か武器を使う相手とのって切れてたのよね。でその続きはと。ダメ、私が先よ。何が武器を使う相手との絆、互いの思いの強さが切れ味となるってどういうことだろう。思いっていうのは何か有効値とかの隠しパラメーターがあって、それが影響してたってことなのかな。確かにあの時私はキリトのことだけを考えて武器を作ったけど、結果的にそれが正解だったのかも。私の思いがあの剣を強くしたってことだよね。私のことを思ってくれてたってこと。それってThank you.
そうだな。恥ずかしい。そうだな。嬉しい。そうだな。そうだな。そうだな。恥ずかしい。そうだな。嬉しい。ごめん。それじゃあね。楽しみだね。キリト、キリト君。そうだな。そうだな。そうだな。恥ずかしい。そうだな。嬉しい。そうだな。そうだな。ごめん。それじゃあね。ごめん。おう。そうだね。おう。おう。それじゃあね。どうしたの？そうだな。そうだな。そうだね。そうだな。楽しみだね。そうだな。そうだね。ごめん。それじゃあね。はあ。キリト君。そうだな。そうだな。嬉しい。そうだな。恥ずかしい。
そうだな。そうだな。そうだな。嬉しい。ごめん。それじゃあね。キリト君。そうだな。懐かしい。そうだな。そうだな。そうだな。嬉しい。そうだな。懐かしい。そうだな。そうだな。ごめん。おう。嬉しい。それじゃあね。どうしたの？
くん。そうだな。そうだね。そうだな。そうだな。そうだね。そうだな。そうだな。そうだね。それじゃあね。どうしたの？それじゃん。
何もあげてませんよ。最初からこんな感じでした。キリトさん？そうなんでしょうか。Thank you.
てたよ、キリト君。なんだなんてひどい。キリト君に用事があって探してたのに。今日はキリト君と買い物に行こうって朝から決めてたからね。ご飯はご馳走してあげるから行こう、キリト君。ポーションと転移結晶と大体このぐらいあれば十分かな。うんうん、せっかくのレアアイテムを諦めるなんてもったいなさすぎるよね。分かってるって。それじゃあ買い物はこのぐらいで、新作チェックをしたいから防具屋に行かない？機能的でおしゃれな防具を置いているおすすめのお店を教えてほしいんだけど。小物が充実しててお値段がそんなに高くないところがいいな。ねえねえキリト君、このスカートはどうかな？ちょっと柄が派手すぎる？そうだよ、言うと思った。そういうことじゃなくて、デザインとかそういうことを聞いてるの。それでもいいの？もっと短いのだってたくさんあったよ。SAO の中のことなら何でも知ってそうだったけど、おしゃれにはすごく疎いよね。防具見てても数値ばっかり気にして、色とかデザイン形なんてどうでもいい感じだったしね。そう言って黒い服ばっかり着てるんだから、女の子にモテないよ。そうだな、ワンポイントに何か取り入れるくらいしないと。手袋とか靴ひもとか髪留めとか全身コーディネートにはちょっとした工夫が必要なんだよ。もうこうなったら今から私が服の選び方教えてあげる。ちゃんとついてきてね、キリト君。回った。どうだった、キリト君、気に入ったデザインの服とかあった？ああ、もしかして私が無理やり連れ回したから疲れちゃった？ごめんね、つい楽しくて。お詫びに美味しいものをおごるから元気出してくれる？本当に？よかった、興味ないことに付き合わせたかなって心配しちゃ。ああ、収まったかな。はあ、びっくりした。
あ、ごめん、キリト君。ちょっと先に行ってて。強い風だったから、リモンを直そうかなって。もう、なんでそういうこと言うかな。キリト君は無粋だよ。ありがとう。じゃあちょっと待ってて。すぐに直しちゃうね。どうしたの？髪型を好きに変えられるのはゲームのいいところだよね。手入れも楽だし。うん、真面目に見られるとくすぐったいんだけど。ちょっと向こう向いてよ、キリト君。一瞬でいいから向こう向いてて。やっぱりこの髪型が落ち着くよね。っていうか、キリト君は長い方が好きだったりするの？そっか。向こうに帰ったら髪伸ばそうかな。伸ばしたりしないで、そのままでいようかな。もう、キリト君はいつもさらっとそういうこと言うんだから。こっちはそういうちょっとしたことで気持ちが振り回されちゃうのに。なんでもない。ねえ、お店まで競争しよう。負けた方がご飯おごりね。よーい、